今暇なので自分たちが食べる用のたこ焼きを焼いております。イエーイ、うまそうやね。最高。はい、食べていきたいと思います。なかなか熱々食わんもんね最近ね、うん、たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうか。楽しみ、楽しみですね、うん、たこ焼きソング、たこ焼き、みんなで食べよう、たこ焼き。素焼きの状態でかなり綺麗に出来上がっています。リピーター人気ナンバーワン、塩マヨたこ焼き、いただきます。はい、暇なので自分たちで作ったたこ焼きを食べてます。いただきます。どうでしょう。あ、うまっ。あ、怖っ。あ、熱すぎて味わからんかった。よう食ったな。ということで、ちょっとね、はい、暇なんで自分たち用のたこ焼き作りました。どうも、ゆうとくんです。はい。いやー、新人ゆうとくん、ついにここまで来ましたね。キレくないですか、これ。ありがとうございます。バッチリですね。ちょっと、卒業試験じゃないですけど、食べていきたいと思います。いただきます。いやー、この、丸々とした、揚げ物。いや、揚げ物な、たこが入ってるんでしょうか。食べてみたいと思います。ちょっと、花丸大吉風にやってみます。お酒のあてにいいよ。こいっと日本酒で。あ、うん。絶妙。このね、焼き加減といい、塩加減、そしてマヨネーズ加減、最高です。塩マヨ。これビール欲しなるね。欲しなりますよね。今度あれやね、ノンアルコールビールとか持ってきとって暇な時。自分ら用みたいな。勝手になんか飲み会風みたいな。めちゃくちゃいい。うん。あっこ。試験どうでしょうか。125点。おっとこれうまい。ありがとうございます。これはうまい。OK。 はい、どうも、りょうたとゆうとです。新人たこ焼き屋のゆうとはなんかたこ焼きを作ったっていう、まあもう見てください、これ形大したことないっすね。ちょっと厳しい。全然大丈夫だ。めちゃくちゃ厳しい。ちょっと食べてみたいと思います。あー、このたこ焼きなんかちょっとあれやな、まん丸ではないな。厳しいな。食ってみるか。どうやったらこの美味しいはずのたこ焼きがこんななるかな。難しいな、やっぱたこ焼きってやっぱね、焼き方がダメね。厳しい、うん、味はいいんやけど、やっぱ焼き方がちょっとね、甘いかなって感じですね。めちゃくちゃ厳しい。うん、首です。首。食べよう、たこ焼き。いや、うまい。普通にうまいね、これね。塩マヨやっぱいいよな、うん、なんかあっさり食えるような。マジでうまい。うん。これたこ焼き屋みよりにつけるね、これね。はい。みんな食べた方がいいと思うけど、ね、じゃあまあ、頑張っていきましょう。はい、おいっす。 Thank youThank you. Thank you for watching. Thank you. Thank you. Thank you for watching.